主演映画、ホットロード、の、プロモーションのため、メディア露出の盛んな脳年齢な、21、だが、随所でアーティスティックな面を、アピールしている。脱、アマちゃん失敗、ホットロード、映像解禁で、脳年齢なの、うっすら茶髪、に、物議、モデル時代から、得意のイラストや、手作り小物などをブログに、投稿していた脳年だが、最近は、アマちゃん、NHK、で、共演した小泉京子からプレゼントされたというミシンで、洋服作りに挑戦。メディアでたびたび、自作のスカートやワンピースの、写真を公開している。また、4日に出演した、しゃべくり7、日本テレビ系、では、自作の絵本を披露。スケッチブックに書かれたイラストとともに、同番組のレギュラー陣が、登場するショートストーリーを、読み上げ、視聴者からは、かわいい、ほっこりした、と、好評だった。一方、9日放送の、嵐に仕上がれ、どう？では、女優をやりながら美大に、通いたかった、という脳年の、願望を叶えるロケ企画、もしも、嵐と脳年齢なが美大生だったら、を、放送。ベレー帽をかぶった脳年は美術大学を、訪れ、オリジナル T シャツを制作。脳年さんにとって芸術とは？との質問には、芸術とは、の虫だ、と哲学的な回答を、し、嵐を後驚かせた。さらに、モード系ファッション誌、総演、文化出版局、でも、オリジナルのブローチやネックレスなどを、作る特集に登場。自作のヘッドドレスを身につけ、表紙も飾っている。脳年さんはブレイク以降、出演作が少ないせいもあり、アマちゃん、のイメージがなかなか、抜けない。しかし、小泉さんからミシンをもらったというエピソードの、反響が大きかったこともあり、所属事務所は彼女の、アーティスティックな部分を、さらに押し出す方針に変更。各メディアに、脳年に合うアート系の、企画を、と、売り込んでいるそうです。また、大手出版社では、彼女の絵本やアート本の、企画も持ち上がっているとか、今後は、美術系女優、路線で、行くようです。芸能事務所関係者、ついに、明白なイメージ戦略を、打ち立てた脳年祭。